でもね、見てください、だいぶ白くなるようになった、ね、この間この薬さしても、うん、まあでもこっちに比べればやっぱりちょっとピンクだけど、ね、だこの間より良くなってますよ、うん、でもまだ点眼はした方がいいかな、そうしてますけどね、うん、3回はなかなか、2回はやってますしますね。1日2回でいい薬もあるんだけどね、うん、まずこれ液のこの間出したやつね、あーそうで、それと同じ成分の軟膏があるんですよ、これだったら2回でもいい、あそうなんです、でもできるかな、薬だけでいいんじゃないの、こうやってやれるんだったらこれでも、あもしくはちょっと指につけておいて、うん、まあ、こっちはまあ予防なんだけど、うん、目尻にこうやってシュッてやる、目尻に、うん、でパチパチやると涙って外から内側に出てくるから、うん、まあできそうですよね、できそうですよね、あんまり嫌がらないので、うん、じゃあこれだ1本出しておきますから、はい、2回これは2回、うん、2回でまだ残ってるでしょ、これ。それもあります。ね、残ってるでしょ。でもし目に表面に、いや、表面になんか毛とかさ、なんか汚れがあるときはこれで1、2キリプタプタってやって、それからこれさせてください。綺麗だったらいきなりこれ。あ、はい、これは1日2回で。はい、あと、お口の、やつはどうやれてる？ええ、やってますね。奥歯がなかなか白い液体、冷蔵庫で保管する方は、なかなか、うまく4箇所やるんですね、奥歯に。そう、4滴ね。4滴、なかなか。奥歯じゃなくても手前でもいいんですけどね。まあさ、奥歯に行けば行った方がいいんだけど、要するに。奥歯が行かないですけど。1、2と。でまあ奥歯は難しかった。あそこら辺、うん。ここら辺でも。そこら辺でも。うん、4滴垂らして。はい、何秒やれます？結構やってますけどね。あ、30秒以上できます？やってると思いますね。ちょっと押さえながら。止めながらね、30秒以上やったってください。30秒以上もしできるんだったら、歯ブラシはどういう歯ブラシ買ってます？歯ブラシ、この子は子供用のちっちゃいやつで。もうね、こういうさ、もし30秒以上できるんだったらさ、人間用のさ、こういう二重になってるやつあるじゃないですか。これでやってください。30秒でできる子は、はい、で歯の表面と歯に対して45度の角度、歯周ポケットと二重になってるやつはさ、長いのは歯周ポケットに入るんですよ。そうすると空気が入っていくから歯周ポケットの悪玉菌が弱る。で、その表面と歯周ポケットもやれるんだったら歯の裏もね。そうそう、ここまでやろうと思うとね、2分ぐらいかかるんですよ。そうですね。うん、だけど、いきなりそう長い時間やってると嫌がるからさ、よしよししながら。奥歯でいいんですけど、前はなかなか磨けないんですけど。いや、そんなことないですよ。前もやった方がいいんです。前もやった方がいいですよ。奥歯で磨くようにしてる。うん、前歯も奥歯も。で、まずは歯の外側ね。外側。まずは外側。最初から内側は大変です。で、だいぶ慣れてきたら内側もやった。で、とにかく、お口が匂わんようにやることです。そうですね。ぶーちゃん、なんでこっち側をやらさせてくれないの？そうすると、はい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 、ご褒美であげる。で好き。チキンで好きなの？ふちゃんじゃないですね。入院してるワンちゃんが。入院してるワンちゃんが。